She's putting all of her cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. おはようございます。今日は今から天狗岳登っていきたいと思います。今日は二人登山ということで、お供は専属ドライバーの松平くん、おなじみの、向かっていきます。ただ今日はかなり雨が降っているということで、そもそも登るか決めあぐねてます。めちゃくちゃ降ってる。これ登る、やんでくれるのを期待して向かうだけ向かってます。行きますか。雨降ってますけど行きます。せっかくここまで来たんで、行けるとこまで行きましょうと気をつけながら登っていきたいと思います。じゃあまずは西天狗に向かっていきます。とてもいい天気です。雨、雰囲気あるね。結構こんな感じの苔むした道で、天狗岳のね登り出しすごい綺麗って言いますけど、わかりますね。まあ、雨降ってるから余計こう雰囲気がね助長されてるところもあるかなと思うけど、いい感じですね。結構きつい登り、上まで来ました。だがよいしょ、本当ガスっちゃいるが、おお、すげえすげえ。止まって下ったら行くとこでしょ。そうじゃない。うわ、意外とハードだな。もっとな、行きやすいと思ってたな。もっと行きやすいと思ってたけど。じゃあ第一展望台を経て第二展望台に行きます。すごいね、5月の終盤なのにこんな雪が
残ってて、いや半端ねえ雪ですわ。雪登ったら山頂？とりあえずそうだよ。西岳。西岳だ。西岳だけで。じゃあ頑張っていこう。あまりの寒さに雪が降ってきましたね。あーでも向こう綺麗だね。尾根が山荘見えるよ。着きました。西天狗岳山頂。東天狗山頂着いた。Thank you.
森林限界よさようなら。また木々の中に入っていきます。目玉焼きとか、それやったことない。はい、じゃあご飯食べたので下山ですね。控えめに言って最高でした。控えめに言わなくても最高です。いいね。じゃあ降りていきましょう。町池、右手に岩稜帯を進む。これがちょっと隠れてるけど東西天狗岳。いい黒百合ヒュッテが見えてきたよ。黒百合ヒュッテを経て駐車場に向かいます。あと1時間半ぐらい頑張ります。雪がすごいんで諦めてチェーンスパイク履きます。めちゃくちゃ綺麗。温泉だね。する。
唐沢高専帰ってきました。じゃあこれから温泉入って帰りたいと思います。本当は唐沢高専入りたかったんだけど3時までということで終わってました。なので別の温泉入りに行きます。隠れてるやないか。純白の世界です。